カカシの忍術まとめ。ナルトに登場する畑カカシってナルトという作品の中でも屈指の人気を誇るキャラクターよね。そうだな。ナルトの連載中には全7回の人気投票が行われたが、カカシは3位以下になったことが一度もないという超人気キャラクターだ。さらに、2022年の年末から2023年の年始にかけて行われたナルトップ99という、全世界のナルトファンが投票した人気投票においても、ナルトやサスケといった主要キャラクターたちを抑えて見事5位に輝いている。そんなに人気なのね。主人公の師匠的立ち位置のキャラクターが主人公やそのライバルといった主要キャラクターより人気な作品って珍しい気がするわ。そんなカカシは作中でどんな術を使用するのかしら？というわけで今回は、ナルトに登場する畑カカシが作中で使用する術について紹介していく。チャンネル登録お願いします。まず紹介するのはシャリンガンだ。シャリンガンのカカシという二つ長田国にも広まっているほどだし、シャリンガンといえばカカシの代名詞と言えるわよね。でも、シャリンガンってウチハ一族の決定限界のはずなのにウチハ一族ではないカカシがシャリンガンを使用できるのはなぜなのかしら？それは第三次忍海大戦のカンナビ教の戦いにおいて戦死したと考えられていたかつての戦友であるウチハオビトから死の間際に託されたためだ。第三次忍海大戦終結後、ウチハ一族内からは一族以外の者がシャリンガンを使用することに関して反対の声もあったそうだが、当時の族長であったウチハ富岳がオビトの意思を尊重したことからその後もカカシはシャリンガンを保有し続けている。しかし、ウチハ一族以外の者がシャリンガンを使用する場合、使用者にかかる負担はかなり大きくなるようで、波の国編などシャリンガンを長時間使用した際のカカシはすぐにチャクラ不足でバテてしまう描写が目立っている。第2部に入ってからは第1部に比べてチャクラ不足を起こす頻度も減ったものの、新たに使用可能となった万華鏡シャリンガンを使用するために消費するチャクラや体力はシャリンガンとは桁違いのようで、万華鏡シャリンガンの能力を使用しすぎたことでチャクラ切れを起こしてしまったりもしている。カカシといえば戦闘後に寝込んでいるイメージがあったけれど、それはカカシのチャクラが少ないわけじゃなくてシャリンガンの負担が大きいだけだったのね。そういえば、万華鏡シャリンガンは眼球ごとに異なった能力が宿っていて万華鏡シャリンガンガチャなんて言葉もあるくらいだけれど、カカシの万華鏡シャリンガンの能力はどのようなものなのかしら？カカシの左目の万華鏡シャリンガンに宿るのはカムイという能力だ。このカムイはオビトの両目の万華鏡シャリンガンに宿った能力なんだが、オビトが持ち続ける右目のカムイとカカシが持つ左目のカムイでは少し能力が異なっており、右目が自分や自分が触れているものの転送を得意とする一方、左目は遠距離の物質の転送を得意としているようだ。カカシはこの能力を使用して相手の攻撃を転送して防いだり、相手の体の一部を転送することで相手に肉体欠損ダメージを与えたりしている。また、やはりもともと一対の眼球であったことからかオビトとカカシが同時にカムイを発動すると発動速度が一気に上昇するだけではなく、オビトの元に一対の眼球が揃った際にはその干渉力も大幅に向上し、桜の白号のチャクラによるサポートがあったとはいえ、チャクラの祖でありナルトのラスボスである大筒木かぐやの輪廻眼に宿る雨の実中にも干渉することが可能となっている。正直、カムイって万華鏡シャリンガンの能力の中でも最強クラスよね。さらに、第4次忍海大戦の最中に復活した内浜だらによってオビトから託された左目を失ってしまったカカシだが、大筒木かぐやとの決戦において戦闘中にナルトをかばったカカシをかばって死亡したオビトによって力を貸し与えられたことで、一時的にとはいえ両目に万華鏡シャリンガンを開眼し、完成体スサノオまで使用可能になっており、この時使用したカムイは戦術と体術しか通用しないはずのかぐやに対してもなぜか有効となるなど、まさに無敵状態と言っても過言ではない状態となっている。作中でも上位の実力と才能を持っていながら、第4次忍海大戦の終盤では戦闘においてあまり活躍できなかったカカシが、ここでまさかの活躍を見せるなんてカカシファンにはたまらない展開ね。次に紹介するのはライキリだ。ライキリといえばシャリンガンと並んでカカシの代名詞となっている術よね。カカシといえばまずこの術を思い浮かべるなんて人も多いんじゃないかしら？ライキリは片腕に膨大なチャクラを集め、チャクラによる肉体活性化を利用することで相手を超高速で貫く術で、作中では超スピードのただの月と例えられている。ただ、このライキリには攻撃の軌道が直線的であることと、スピードが速すぎて術者自身が周囲を認識しづらくなることから相手のカウンターを食らいやすいという大きな弱点が存在しており、カカシも開発当初この弱点を突かれてカウンターを食らってしまい、それを見た湊の指示もあったため一時的にこの術の使用を控えている。しかし、シャリンガンの驚異的な動体視力があればこの弱点も克服可能であり、
オビトからシャリンガンを託された後のカカシは雷霧を切り札として使用するようになっている。また、この術が登場したのは作中でもかなり序盤ということもあってか、作中で大きく設定が変更されており、第2部においてはライトンの性質変化を利用した術であるとされている。もともとはライトンの術ではなかったのに、第2部からはライトンの術になったということね。でもそうなると、サスケは影分身も用いずに約2週間でライトンの性質変化を得得したということだけれど、さすがに天才すぎないかしら？確かにそうなってしまうな。ちなみに、この術はサスケが使用する場合は千鳥と呼ばれ、カカシが使用する場合は雷霧と呼ばれるが、正式名称は千鳥であり、開発者であるカカシがこの術を用いて雷を切ったという逸話が存在することから、カカシが使用する場合のみ雷霧と呼ばれているようだ。この雷を切ったという話に関してはさすがに嘘であると考える読者も多いかもしれないが、カンナビ教の戦いではカカシがこの術を用いて相手のライトンの術を迎撃する様子が描かれており、この出来事が雷霧という名前の由来となった可能性が高いとされている。いくらナルトの世界とはいえ人が雷を切るなんてさすがにありえないと思っていたけれど、そういうことだったのね。次に紹介するのは紫電だ。なんだか聞き慣れない名前だけれど、カカシってこんな忍術を使用していたかしら？紫電は第4次忍界大戦後、シャリンガンを失ってしまったことで雷霧が使用不可能となってしまったカカシが新たに開発した忍術だ。そんな紫電は電撃を腕にまとわせ高速で相手を貫く雷霧とは異なり、電撃を死闘などにまとわせて強化するという忍術で、威力は雷霧と比較すると低くなってしまっている一方、術の自由度や汎用性に関しては雷霧よりも優秀であると言える。さらに、威力の面に関しても通常の術と比べれば十分に高く、アニメ版ボルトにおいてはカカシが紫電を用いてカケイスミレの口寄せ動物であるヌエの尻尾を切り落とすシーンが描写されている。ヌエといえばかつて大筒木一族が刺激していたとされる口寄せ動物よね。そんな生物の尻尾を切り落とすことができるならば威力も十分に高いと言っていいわよね。次に紹介するのは口寄せの術だ。ナルトに登場するキャラクターで、特にこの葉隠れの里の主要人物は口寄せの術を使用しがちだけれど、カカシもその例に漏れず口寄せの術を使用できるのね。そうだ。しかし、カカシが口寄せするのは教え子である第七班やこの葉隠れの里の伝説の三人。さらにはカカシ自身の師匠にあたる波風港が口寄せするガマ、ヘビ、ナメクジの三すくみの口寄せ動物ではない。港の弟子であればガマの口寄せを伝授されていてもおかしくないと思ったけれど、カカシの口寄せはガマではないのね。そんなカカシが口寄せするのはパックン、ブル、ウルシ、シバ、ビスケ、アキノ、ウーヘイ、グルコという名の8匹の人間だ。彼らは通常の犬とは比べ物にならないほど知性が高く人を完全に理解しており、8匹の中でも特に知性が高いパックンに関しては、ナルトたちに指示をしているシーンなんかも描かれている。でも、カカシの人間って原作漫画ではあまり活躍シーンがないわよね。確かにな。ただ、その分アニメオリジナルストーリーではかなり登場機会が多く、彼らが使用するアニメオリジナルの術も複数存在していたりする。原作漫画ではあまり目立たない一方、アニメオリジナルストーリーなどでは登場機会が多くなっているのね。次に紹介するのはライトンの術だ。カカシは雷霧の開発者ということもあって、やっぱりライトンの使い手というイメージが強いわね。そうだな。しかし、カカシが使用するライトンの術は雷霧や紫電だけではなく、獣の形をした電撃を相手に放つライトン雷獣追加やライトンのチャクラをまとった影分身を作り出し触れた相手を感電させるライトン影分身の術など、複数のライトンの術を使用している。さらに、影分身の術と雷霧を組み合わせた雷電など、アニメオリジナルストーリーやゲームにおいては雷霧の派生忍術であるライトンの忍術がかなりの数登場していたりする。ナルトのゲームではカカシの必殺技や奥義として雷霧の派生版が設定されているというイメージが強いわね。次に紹介するのはドトンの術だ。カカシにドトンの術のイメージってあまりないのだけれど、作中ではそんな頻繁に使用しているのかしら？確かにカカシにドトンの術のイメージはあまりないかもしれない。しかし、実はカカシが作中で初めて使用した性質変化の忍術は、第7班最初の鈴取演習でサスケ相手に使用したドトン神獣斬首の術であるなど、カカシは作中の要所要所でドトンの術を使用している。特に、ドトンの術と口寄せの術を組み合わせた口寄せドトン追加の術に関しては、印象に残っている読者も結構多いんじゃないだろうか。確かに、あの術はかなり印象的よね。でも、口寄せのイメージが強すぎてドトンの術の組み合わせだということを完全に忘れていたわ。次に紹介するのは水トンの術だ。ドトンやライトンに比べると使用頻度は高くないけれど、カカシは水トンも先天的に得意としているのよね。そうだ。
カカシはドトン、ライトン、スイトンを先天的に得意としている。しかも、それ以外の性質変化の術に関しても本人のズバ抜けた才能とシャリンガンのコピー能力によって使用可能であり、リンネガンや陸道戦術の習得者以外では三代目ホカゲと並んで五大性質変化とイントン、ヨートンをすべて使用できる数少ないキャラクターだ。ただ、カカシは波の国編でも持ちザブザからスイトン水流弾の術やスイトン大爆風の術をコピーしていこうは、作中、特に原作漫画においてはほとんどスイトンを使用していないため、実は他の性質変化と比べてもそこまでスイトンを得意としていないのかもしれないな。確かに、カカシがスイトンの術を使用しているイメージってあまりないわね。次に紹介するのは影分身の術だ。影分身の術といえば主人公であるナルトのお箱だけど、カカシも使用することができるのね。カカシはナルトのように影分身の術をメインの戦闘手段とすることはないものの、意外と影分身の術の使用頻度が高く、ナルトに登場するキャラクターの中ではナルトに次いで影分身の術を使用しているキャラクターと言えるだろう。ただ、カカシの影分身の術の使用法は絡めてであることが多く、影分身の術の開発者である二代目ホカゲこと千住扉間が本来想定していた使用法もカカシの使用方法に近いのではないかと考えられる。カカシは第2部でナルトが性質変化の主要に取り組んだ際には、影分身を解除した際にその分身の経験が本体へと還元される性質を利用した主要方法をナルトに教えていたし、影分身の術という忍術そのものの理解度はナルトよりも高いのかもしれないわね。次に紹介するのは螺旋丸だ。螺旋丸といえば主人公であるナルトやその父である波風湊、さらに二人の師匠であるジライヤの印象が強いけれどカカシも螺旋丸を使用できたのね。カカシは螺旋丸の開発者である湊が率いる正体に所属していた過去があるため、湊に直接教えてもらったのかシャリンガンでコピーしたのかは不明だが、螺旋丸を習得している。しかし、螺旋丸はもともと湊が飛来心の術を使用しながら片手で発動可能な相手を攻撃するための術であり、すでにシャリンガンと相性のいい雷霧を自身で開発していたカカシが螺旋丸を戦闘で使用することはほとんどない。実際、カカシが作中で螺旋丸を披露したのはナルトの性質変化の習得と真術開発のための修行を指導するためだ。確かに、湊の弟子であるカカシだったら螺旋丸を使用できても何もおかしくないわね。最後に紹介するのは千年殺しだ。名前だけ聞くとものすごく強そうなのだけれどどんな術なのかしら？千年殺しはこの葉隠れ秘伝体術奥義ともされる体術なんだが、簡単に説明するとただの環境だ。え？どういうこと？この術は、第7版の最初の鈴取演習でカカシが使用しているんだが、当時のカカシとナルトの間にはかなりの実力差が存在しており、ナルトを手玉に取っていたカカシは体術を教えてやるとしてナルトにこの術を使用している。そんなギャグシーンの印象が強い千年殺しだが、この白寿司でナルトがガーラと戦闘を行った際、ナルトは起爆札付き区内を利用した千年殺しでダメージを与えている。実際の戦闘でも役立っているのね。ちなみに、ナルトのスピンオフ作品であるロックリーの青春フルパワー人伝によると、カカシの父でありこの葉の白い牙という二つ撫でた里の忍びに恐れられた畑作桃子の術を使用していたようで、カカシは自分の千年殺しが作桃の千年殺しに比べてまだまだキレが甘いと発言していたりする。もしかしたら、カカシが父から受け継いだ術なのかもしれないということね。チャンネル登録お願いします。というわけで今回は、ナルト屈指の人気キャラクターでもある畑カカシが使用する術について紹介してきた。やはりカカシは千の術をコピーしたなんて逸話があるだけあって、非常に多彩な術を使用可能だとわかったな。今回の動画に関する感想や、意見があったら、コメントで教えてもらえたら嬉しいわ。この動画が面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。